5月5日坂出自動車学校で香川社人基金チャリティ第12回社音花火祭りが開催されました。イベントは午後4時から始まり、坂出工業高校新体操部の皆さんがオープニングを飾りました。また会場には20店舗以上のキッチンカーや屋台などが並び、飲食を楽しむ来場者の姿が多く見られました。その他、働く車としてパトカーや消防車の乗車体験、シートベルト横転体験などがあり、交通ルールの意識向上を図るブースも多く見られました。ステージイベントにはうどんプロレスや人生学園高校応援部の皆さんなどが出演し、会場を盛り上げました。アイスを買いに行った才能はこと、午後7時40分からのセレモニーでは、坂出自動車学校代表取締役社長の高橋勇さんよりお礼の言葉と、今年から坂出自動車学校でドローンの教室をスタートさせると発表がありました。数年後にはですね、今市長にもですね、いろいろとお願いしてありますけど、空飛ぶ自動車業をやっていきます。空飛ぶ自動車をですね、この坂出の空に飛ばせるようにですね、頑張りますので、ぜひこれからもですね、ご支援いただけたらありがたいなと思っております。そして午後8時過ぎから1000発の花火の打ち上げが始まりました。この社音花火には周りへの感謝の気持ちが込められています。訪れた皆さんは音楽に合わせて夜空を彩る花火に感慨深い表情を浮かべていました。この社音花火祭りで集まった8万700円の寄付金は、11月に開催予定のダンスフェスティバルでの寄付金と、12月に開催予定の餅つき大会での寄付金を合わせ、年度末に香川県と坂出市を通じ、交通維持、福祉関係などに関係者などに寄付されることになっています。